間違えて聞いちゃった間違えて聞いちゃった。おはようございます。ハッピービおはようございます。おはよう、みんな元気？萌えセリフ？なんて？萌えセリフはしないよ。おはようございます。東京在住瀬戸シャレ、嬉しい。ピカキさんありがとうございます。のぴちゃんもね、もともと東京在住の人でした。ありがとう。昨日はねシティフォーティットチャンネルありがとうございました。とても楽しかったです。めっちゃ楽しかった。確かにちょっと茶髪に見えるね。おはよう。ナピちゃんが、いや、あきっぱり何々が、え、シトチャレ出たいです。皆さん今日忍者エピソードです。声ラジ、声ラジよろしくね。よろしくお願いします。楽しみ。そうなんですよ、竹山のんちゃんとめっちゃ仲良くなるって気がする。うん、親近感。そう、
しかった、みんな昨日。おはよう。昨日 ST48 チャンネル見てくださいましたか？まず、かなり楽しかった、嬉しい。やった。パフ。はあ、そうなの？綺麗な体ってことですね。どういうこと？嬉しい。リチャ？リチャとの思い出？うん。初めて、千穂さんと、ノーピとリチャで、リアルお話し会、3人でお話ししたこととかがで、ちょっと仲良くなったな、それで。最初やった、本当に活躍してた、やった。おはよう、ありがとうございます、ハートありがとう。眠れんトロ寂しい。3人でポーズ、あーなんあれね、うん、あ、フクフェスね、今日はねフクフェスで、そう昨日ね終わった後にワンちゃんさんと明日会えないって話になって、ウェーンって思った、ありゃーみたいな。おはようございます、聞いてありがとう。おはようございます、セーラーマキリ様ありがとうございます。17件救世主が出るのにナピちゃん出ないからめっちゃ悲しい、めっちゃ悲しい。そう、おはよう。最高なプレゼント、誕生日プレゼント、イエイ。やった、そんな風に言っていただけてナピちゃんとても嬉しいです。うん、飛び入りさんか。今日はね広島でコイラジございます、皆さんお便りお待ちしております。今週のテーマはニンニンお忍びエピソードなどです。自分が忍者だなと思った瞬間のエピソードとかあればぜひ教えてください。いつも頼り楽しみにお待ちしております、よろしくお願いいたします。ワクワクドキドキって感じで待ってるので、トゥ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 魔法でトゥ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 花咲く笑顔でパッパッパラタタ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 タ、はなかっぱだね。おはようございます、ではなかっぱの納豆を食べてたことがある、にゃんにゃん
わあ、ついこの間ね、そう、皆さん不適切にも程があるってドラマ今やってるんですけど、見てます？ついこの間ね、そう見たんですけど、にゃんにゃんしちゃうって言ってた。すごい考えさせられる感じのドラマなんですけど、めっちゃ楽しい。見てみたらめっちゃ面白いと思います。いや、わかんない。そう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 、友達より早くしたいけど、にゃん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 、おはようございます。なんか昭和と令和のなんかタイムスリップみたいな、なんかそのやっぱセクハラパワハラなんちゃらかんちゃらみたいな、そういうのをなんだろう、確かに多様性多様性って言ってるけどみたいな、昭和でもいい部分もあったり令和のいい部分もあったりみたいな、昭和と令和の違いみたいな、そんなのが描かれてるドラマです。ぜひ、ね、今ね見てるんですけど、阿部サダヲさん主演の、そうめっちゃ楽しい、見てて笑う感じ。おはよう。今日はニンニン忍者の日です。ニン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 、うん、タイムスリップはわからん。タイムリープ、うん、なんかよくわからない。のびちゃんしか、うん、おはよう。セバスチャンさん、ありがとう。やった、かわいい、嬉しい。カッパマキマキさん、ありがとうございます。うん、確かにタイムスリープとかタイムリープみたいな、タイムリープはループするみたいな、そんな感じでしょ。タイムスリープはその時間に戻るみたいな、過去とか未来に行くみたいな、そんな感じなのかな。ぜひぜひ声らしい聞いてください、お願いします。リアタイでお便りお待ちしております。仕事頑張ってね、いってらっしゃい、おはようって言ったさ、うん、ね、そう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 、劇場、あの劇場のね、戦場劇場の時劇、その一部を私たちがあのニュープロジェクトの時にオーディションの時にね実はやってて、そう、ゆちさん、ありがとうございます。確かに、今日は福フェスですね。そうなんですよ、ドキュメンタリー今どうなってるんだろう、あれ。2.5 キロ身長はもうその中にナピちゃんだけに絞った。
たら、のびちゃん大変喜ぶよ。フルキャバさんありがとうございます。うん、タイムループか、どうなんだろう。ああ、そうなのですね。異生物、異世界転生ものとか、わあ、ものによるかもしれない。めっちゃものによる。ハートたくさんありがとう。ケイトもありがとうございます。アキさんもありがとう。そう、好きなものもあったり、嫌いな、嫌いというかあんまり好みではない、タイムスリップもあったりみたいな、異世界のやつもあったりって。そう、めっちゃものによる。まゆきさんありがとう。しょうなんよ。やっほー。バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、フューチャーがうまく言えない。うん、バイリンガルはね、さすがにね、なんかすごいね、のびちゃんにね偏見持ってる人多いんですけど、うん、いえ、のびちゃんそこまでバイリンガルじゃないよ。ちょっとそんな気質がある。ハピピスワッシャーさん、親方さんありがとうございます。やった、朝からかわいい、嬉しい。ヨシティさんもありがとう。これさ、めっちゃ頭に残るよね、一度歌ったら。残るくない？間違えた、危ない危ない。すんごいね、脳内に残る。吉野ヶ里遺跡ね、確かに結構バタバタしてたよね、実は吉野ヶ里遺跡の時。
だけどね、すごいね、めっちゃゆっくりできた感じじゃなかった、最後の方とか特に。センブリ茶と抹茶は味全然違う。なんか喉に来る感じがセンブリ茶ですね。あの苦味とかがなんか後からどんどん来る感じ。抹茶とはねまたちょっと全然違います。おはよう、お仕事行ってらっしゃい、お気をつけて。それでは私くしもにそろぼち終わろうかなと思っております。ではね、50分になったらポストします。みんなぜひ見てね、よろしくお願いします。見たらいいねとコメントよろしくお願いします。既読スルーみたいな感じだからね、まだいいねは既読スルーしちゃダメ。いいねとリポストとそうちゃんとコメントしたら返信したって感じ。既読スルーしてない。イエイ、お願いします。センブリ茶が全然私本当になんか好きになっちゃったんですよね、センブリ茶。逆にそう一回あのシティーフォテートの 2.5 研究生のねあの4人でオープニングアクトやってたんですけど、その時も実はセンブリ茶やってて確か。その時も私当たらなかったんですけど、あと飲んでたんですよ。でなんか何杯か飲んでたらそう1杯目2杯目ぐらいの時に癖になっちゃって、あの好きになっちゃったんです、センブリ茶が。そうなんかなんか楽しい飲んでて。なんか言い方あるんだな。なんか飲んでて、うん、癖になる。お味かも。個人的には好き。そう。激辛じゃやばい。そうハマっちゃう。実際のブラックでもなんかマーメイドの絵柄の、ま、人気のねからスターバーあるじゃないですか、スターバックス。そこのトリップコーヒーはわからないです。匂いが好き、めっちゃ匂い好き、そこのトリップコーヒー。でも一口飲んだことがある。昔すぎてあれにちょっと苦いと思ったと思うけど、わからない。あ、52分寝ちゃった。ちょっと55分にするね。ちょっと先にタチを乗らさせていただきます。いきまーす。セティニーズ大御殿さんありがとうございます。Even is Kimbagas, ありがとう。 Even is Kankopinis, ありがとうございます。 Ten is Meri さん、ありがとう。 And then is Yashiti さん、ありがとうございます。 And eight is Isakuchan さん、ありがとうございます。 And seven is Time Fire さん、ありがとう。 Lucky sevenエイズデビッドさん、ありがとうございます。ナミエイズデビッド、あ、間違えた、ウラブさん、ありがとうございます。
少し。おいかしゃ。フォーデイズ究極のアイドルのアピさん、テキブリマジありがとう。ハッピー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 、浮気しちゃダメ。したらこんな目で見るよ。セディズマイキさん的ありがとうございます。セカディズのすみほさん的ありがとう。フリーズベネタイさん的めっちゃありがとうございます。おめでとう。本日も配信ありがとうございました。それでは皆さん、こんばんは。おやすみなさい。55分になったらポストします。いいね、リポスト、コメントよろしくお願いいたします。ありがとね。またね。夜勤系の方お疲れ様です。これからお仕事の方、学校の方頑張ってください。なっちゃんも行ってきます。ありがとね。これで頑張る。バイビー。またねー。